今回は金のお守りの競争馬ミス脇を見てみましょう。了解です。史実での競争成績が13戦6勝、 G1 レースは1勝のみでしたが、守護馬入りした後の活躍がとてもすごいらしいんです。なるほど。主な産駒としてヨーロッパでは凱旋門賞を優勝したアーバンシー、アメリカではエクリプス賞年度代表馬のブラックタイアフェア、日本ではジャパンカップ優勝馬のマーベラスクラウンと、世界各地で活躍馬を輩出し続けたとのことです。大したもんやね。またブルートメアサイヤーとしてはさらに優秀で、デイラミ、ガリレオ、サイレンス鈴鹿、ダラカニ、チーザスターツなど活躍馬を多数輩出したとのことです。誰もが知ってる名馬ばっかりやん。2001年にはイギリス、アイルランドのリーディングブルートメアサイヤーに輝いたとのことです。では今回はここまでです。それじゃあ、またねー。